共通の先輩の知り合いがいて、で、まあ、一番最初は真也さんに、まあ、イベント誘ってもらって、で、まあ、リッキーと2人でずっとパーティーやってたんですけど、まあ、もっと大きいことやりたいよねって話になって、で、じゃあそれやるにはやっぱもっと人数増やしたいみたいな話になって、この3人を誘ったっていうのが結成のきっかけですね。基本テックハウスっていう今、まあ、割とハウスの中で今一番流行になってる、ジャンルをやらせていただいてるんですけど、まあ、そこのところに固執しないで、まあ、どんどんこれから多分ハウスっていうところの文化、あのジャンルも細分化していくと思うんで、まあ、それに対してこうちゃんと流行を発信できるようなジャンルっていうところをこちらとしてクラッシュとしてやっていければなとは思ってます。たちがやってる音楽っていうのは、まあ、なんか旗から見るとやっぱ結構ハウスとかそういうイメージが強いですけど、まあ、その時々で、自分たちがやっぱかっこいいと思う音楽をやっていこうっていうのがやっぱりクルー組んだ時の最初のスタンスにあって、でルームでやってる今クルメと同じクラッシュってパーティーも、まあまあ、説明すると傍から見るとやっぱテックハウスのパーティーってイメージがすごい強いですけど、まあ元々別に僕らそういうわけじゃなくて、まあリッキーみたいにヒップホップやるやつもいるし、アキトみたいにディスコやるのもいるし、まあ僕もハウステックハウスだけじゃなくてディスコとか、まあ元々オールミックスやってたんで何でもいろいろやったりもしますしっていうのが、まあ僕らとしてのスタンス。元々多分入り口はみんな、まあダンスミュージック四つ打ちとかいろいろあると思うんですけど、やっぱり一緒にイベントやってて、なんかかっこいい音拾ってきたりとか、やっぱなんかみんな各々持ってる音楽性が違うんで、なんかやっぱり一緒にパーティーやった時に新しい発見あったりとかっていうのはありますね。一番変わったというか、これが変わったっていうのがあるんですけど、パーティーに対する取り組み方、オーガナイズとかやらせてもらうようになって、そうするとそのまあ、その DJ ブッキングだったり、クラブの、まあ、箱とのやり取りだったりとか、いろんな方とこうやり取りすることが増えてきて、そうするとやっぱ責任感とか、ただ DJ するだけじゃないなっていうのがすごい感じたんですよね。で、当然その一つのパーティー始まるまでに対する動き方のコミュニケーションだったり、当日パーティーが始まってからのコミュニケーションだったり、で、当然遊びに来てくれた人たちに対して、じゃあどうやって楽しんでもらうかっていうことだけじゃない部分で、まあ、じゃあどうやってコミュニケーションを取って楽しんでもらって、プラス音も楽しんでもらえるかっていうところをすごくやっぱ意識しているので、そこをすごい勉強になったかなと思います。僕一番印象に残ってるのは、UM で自分たちのパーティーが決まった時ですね。2018年の10月ぐらいに突然 UM から LINE がで、まあ、連絡が来て、で2019年2月22日、あのクラッシュで UM にて抑えたからっていうのだけが来たんですよ最初に。UM の全館オーガナイズをしようっていうのが目標にあったんで、初めて、やることになって、そして勢いのあるウェイドを日本に初来日として呼ぶことができて、パーティーが開催できてすごく良かった。ウェイドはテックハウスの系のアーティストで、まあ、僕たちがあのアーティスト誰を呼ぼうかって候補を挙げてる中で、まあ、上位に上がってたアーティストだったんで、まあ、それを1回目に呼べたっていうのがすごい大きい。今後やっていきたいことは、1年間マフームでパーティーを続けられたんで、まあ、その海外でもあのクラッシュっていうパーティーやりたい、まあ、積極的にそのやっていきたいなっていうのと、まあ、あとはそのパーティー以外にも何かその形プロダクトをなんかできればいいかなっていうふうに思います。何かそのアパレルとコラボしたりとか、そういうメディアなんかそういう広げて発信することが、できればいいのかなって思ってます。その5人いろんな各いろんな異なる個性がこうクラッシュっていうこう一つの箱の中に入ってる感じだから、そのクラッシュというその箱をこうどんどん大きくできたらなっていう。2020年の中でもなんか目に見える形とかがあればですけど、とりあえず動く年かな。まあ、UM でも看板になれるようなパーティーにクラッシュしていくっていうのが、クラッシュとしての方法で、まあ、あとはパーティー以外にも、まあ、トラックメイクやってるメンバーもいるんで、まあ、僕はオーガナイザーなんでやらないんですけど、まあ、そういう人間がもっと曲かっこいい曲とか作ったりとかリリースしたりできるような環境を整えていくっていうのが、まあ、僕の仕事かなと。今回初の試みで、今まで海外アーティストを呼んでやってたパーティーだったんですけど、初のロンジンのみで、やるパーティーになってます。全フロア絶対楽しめるパーティーなので、皆さんぜひ遊びに来てほしいです。